初めにご紹介するのは県指定無形民俗文化財岩人踊りです。八郎潟町の人市郷土芸術研究会の皆様によります岩人踊りです。スタンバイされてますね。皆さんぜひ拍手でお迎えください。岩人踊りです。どうぞ。これから講演いたします岩人踊りについて簡単にお話したいと思います。この岩人踊りは今から約300年ほど前に八郎潟町に伝わったと言われております。伊勢熊野信仰を普及のために村周りの原因になりまして、日本各地に歌や踊りを広めました岩人坊主が伝えたものです。八郎潟町人市では毎年5月5日人市神社の例大祭の日に各家々を回りまして、1年間の五穀豊穣、豊年満足を祈願する踊りでございます。各家々の玄関先や庭先で踊りを演じます門付け芸能でもございます。この踊りは三重県伊勢市の伊勢音頭の流れを組みまして、手や足が同じ方向に出ることから一直踊りとも言われております。またこの岩人踊りの特徴ですが、踊りの合間に歌舞伎の一場面を演じます。金手本忠臣蔵5段目山崎街道の場面でございます。娘が身許して作ったお金40、50両を持った与一兵衛が山崎街道を夜道とぼとぼと家に帰ろうとするときに、山賊である佐三郎が現れまして、その金を奪い取ろうとする場面です。それでは農民のエネルギーあふれます岩人踊りをどうぞ最後までご覧いただきますようお願いいたします。Thank you.
在めぐりうさいくらいの真と申する者のもので、これより一生とあいつとめまするは皆々様のお来です。この度向上さよう。さよう。法年万作作踊り200万人取りつかみ、おのおの様のお来です。この度向上さよう。2つ3つしかござんしない。ああ、幸いじゃ
おお、すごいこと。酒なれば喉が。酒なれば喉が。兄ともに。おお、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 お